はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、UR 飲みデッキバージョン 3.0 を作ってきました。皆さん、UR 玉余ってます？僕685個あって、まあ、超余ってるんで、まあ、UR 飲みデッキ作るなんて余裕なんですけど、このゲーム UR の玉めっちゃ高えって言われてて、いや UR カードだけクソ高えって言われてて、 UR のみでデッキ作るの結構難しいんですよ。でも結構ね、カードプールも増えてきて、割と UR のみでデッキを作るのが現実的になってきました。最近またカードプールも増えましてね。で、今回は私すごいことに気づきまして、まあとあるね、ちょっと企画で UR カードをいろいろ見てたら、エヴァユー・ハッキン・ロンゴミ、いわゆる、まあ、通称ファッキン・ロンゴミと言われているこのコンボ、これがですね、UR のみで、完結することが発覚しましてこのエヴァユーでロンゴミをドヤ顔で出して、でハッキン霊でロンゴミって言ってあげると、まあ、ロンゴミアントの素材が取り除かないということで、まあ、ずっと一生4通の以上の素材のロンゴミアントが、ね、爆誕するっていう、まあ、この最強コンボですね、はい。でまあ、ロンゴミアントというモンスターが どういうモンスターかっていうと、まあ、存在してはいけなかったモンスターと言われていて、マンデが好みが禁止しないカスモンスターですね、はい。まあ、名前の中にもゴミって入ってますし、まあ、自らゴミと認めているちょ言い過ぎ、ちょ言い過ぎだね。ちなみに僕はこのモンスター使うのは大好きなんですが、使われるのは大嫌いです、ということで、この、まあ、クソモンスターを爆誕させていくこのコンボを UR のみで今回は成立させていく、そういうデッキになってます。まあどういう風にやっていくかっていうと、ですね、UR のみでですね、ローカストキング、ライトニング、タイタニックギャラクシー、もう一体だがアトランタルだ。この4枚を下敷きにしながらロンゴミアントを出す。で、ハッキン霊でロンゴミって言ってあげる。これだけです。はい。まあ、一応ですね、戦えるように、ランク8ビートみたいなこともできるように、なんかビッグフットとかね、アルファとか、村雲のオロチとかフルルドリスとか、フルルドサージとかいろいろ入れてはきたんですけどもメインで狙っていくのはこのコンボですね、はい。使ってみた感じね、意外とね、ランクまでもそこ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 いきます。ね、 UR のみできてシナジー用のめっちゃむずいんですよ。シナジーが生まれないので有名で、 UR のみできてこのシナジーがを生み出すことができましたのでね、はい。早速ね、ランクマンのお友達に、資金力の違いっていうのを見せつけていこうと思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。きたー、ハンド決まってるハンド決まってる。リクレシア OK、双剣から、これはいけるぞ、これいけるぞ、これは。これはですね、多分双剣でしょ、これ。あ、双剣だよね。双剣のはね、多分ね、バロネス赤章みたいな感じだと思うんですけど、盤面が。ってことは、無限包容をバロネスに当てると、バロネス踏めるので、そうするともう魔法トラップカード無効ないんで、エヴァイユと発見で言えば多分通るんですよ。そうしたらもう爆誕するんで、ロンゴミが。最強ロンゴミが。だからね、多分いける多分いける、多分いけると思うまあ、いつもの通りの展開はしてくると思うから。でバロネス出てくるでしょ。ああ、よっけ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 。で、戦略番ね、まあ、村雲とかはもう結構どうでもよくて、なんなら村雲は出しちゃうと無限保有打ちたくなっちゃうから、あんまダメだから。大霊峰双剣門、あ、これもしかして、あ、やばい、これもう一体、定位の竜騎士に頼むわ。定位の竜騎士に頼む。なんだろう、これ。あれもやばい。ガンマも。ガンマもやばい。これってさ、まだ縛りかかってないよね。なんでも出せるよね。いや、これ普通にやばいぞ。待ってくれ。定位の竜騎士か、ガンマもやばいな。定位の竜騎士に頼む、そこは。そんな、上振れすぎだろ。お前ふざけんな。あーもっとやばいの来たもっとやばいの来ちゃったやべえ、いや終わったか、待って、無限紅葉無効化されんのか。うわ、キモ、ハンド鬼決まりしてんじゃん、あいつふざけんなよ。じゃあ一回村雲打って踏みに行きましょう。
村雲もここで出して、まあ、これ効果無効化されてもされなくてもどっちでもよくて、村雲が、あの、一応、モンスターをね、あの、破壊できるって効果あるから、これを多分打って、相手多分無効にしてくると思うから、そうするとこのターン出てこれね、あー、そっちも振るか。なるほど。それはね、割と強いかもしれん。これ、一旦ですね、はい。これは多分さすがに無効にしてくるんですよ。で、まあ、誰でもいいや。まあ、使ってほしいのからいくか。バロネスで。ああ、オッケーオッケーオッケー。赤章はまだ使わないのね。はい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 。了解しました。一応、ここで、破壊されましたので、バロネスがもうなくなって、ってことは無限抱擁を打っていけばいいんだな。これ逆にバロネス使ってくれてよかったね、今ね。今赤章だったら全然。まあ、もう一回俺もバロネスで踏みに行くしかないんだけど。ちなみに。で、こうするでしょ。で無限抱擁効果で、ドラガイト。対象にとって無効にするから、まあ、これは普通に無効にしてくると。オッケーオッケーオッケー、踏んだ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 これ全部踏んだぞ。いや、今、赤章で踏まれても普通にデクレラディバイナーでバロネスで踏みに切るから多分なんとかなるし。これね、多分ね、なんだかんだなんとかなります、これ。今の多分。どうやって動いても。そしたらそろそろ、でもこれ魔法無効ないよね。魔法無効。これはね、通ると思うんだよ。通る。通るよね。亀線とかやめてもマジで。よしよしおっしゃー、分からせてやるよ。これが遊戯王マスターデュエルだ。いけヒロイックチャンピオンロンゴミアント爆弾きてゴミモンスターきちゃからの、発禁令を発動もちろん効果を無効にするのはお前のカードではない。ロンゴミ素材を取り除かなくてよくなりました。ありがとうございます、ありがとうございます。そして参戦の際を発動。参戦の際の効果、これパクればいいか。とりあえずバロネスパクってこう破壊効果使いに行こうぜ。さあ、そのバロネス左右最強のモンスターは私がもらいます。ありがとうございます。はい、はい。で、バロネスくんの効果で、まあ、モンスターは両方ともしょれるのか。まあ、でも一応使いますよね。まあ、どうせ多分暗転とかだと思うんですけど、一応まあ、ちょっと割っときます。まあ、暗転だったら暗転でいいですよ。あー、墓穴ですね。はいはい、了解しました。了解しました、了解しました。暗転は一応打てますけど、ロンゴミは知らないんで、別に結果同じですね。どっちでも。はい。はい。はい。OK。で、縦にして、殴って、まあ、バロネスは帰っちゃうけど、まあ、しょうがないかな。ディバイナーは出す必要ないか。とりあえず、盤面だけしょって、はい。さよなら。で、メイン2入る。で、エンド。ちなみにロンゴミアント君は戦闘では破壊できませんのでね。はい。ああ、聞きません、聞きません。聞きません、聞きません。一切。一切聞きません。で、相手はモンスターを召喚特殊召喚ができません。最強だ、このモンスター、やっぱり。ああ、悪くないね。悪くはないね。ナンバーズイバイ、あと発禁令が来れば。発禁令を引きに行くこともできるか、一応。参戦の際もあるし、マジシャンソウルズもあるし。あとは、相手がエクストラデッキからモンスターを出してくんないと困るので、あ、出してくれそうだね。出してくれそうなデッキですね。アルベール、楽園融合、あ、お、見えてるカード強いね。見えてるカードめちゃめちゃ強い。いや、でも待って、グリフォーライダーいんのか。グリフォニングライダーいんのか。いや、でも参戦の際で、なんか2枚ドローして頑張れる可能性もあるな。ミラジェイドは、妨害の質としては、魔法トラップ無効にしてこないから別に全然よくて。なので、魔法トラップ無効にできるグリフォンライダーをなんとかしてどっかで踏んで、で、参戦の際も使ってみたいな感じで動けば、多分なんとかなる気がするな。リベリオンね。オッケー。
で、レベリオン効果と悲劇のデスピアンの効果を発動していく。はいはい。これいつも通りの展開だな。だとか、グリフォニングライダー出てこないこれ。勇者はない。まあ、そんくらいだったら全然、赤、ミラージェイド。赤、ミラージェイド、デスピアでしょ？なるほどね。ミラージェイドの効果使ってほしいね。ちょっと、一旦ソウルズだな。ソウルズ効果。で、魔法使い族を、墓地を送りながら自身を特殊召喚していく。まあ、これはね、UR のドローソースです。まあ別に、シナジーはないんだけど。まあ、ブラックマジシャン出そうと思ったら出せるけど。シナジーはないんだけど、マジシャンズソウルズの効果を使って、いやー、これエヴァイユかな。これエヴァイユ1枚ですね。これでまあ無限保養って言われるとかなりきついので、1枚だけドローしたんだけど、なんかある。ドローしたいんだよね。なんかある？なんだろうね。これモンスター効果使ってほしいんだけど、普通に赤の楽園とかで使われると、あ、大丈夫か。あ、うらら、来た！来た！かかったな！アホが！わかんないけど、この参戦の際で引くカードによる。マジで。マジで参戦の際で引くカードによる。発動。で、ドロー。頼む、頼む！マジで、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 マジで！発禁令、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 発禁令。きたきたし。分からせに行くか。分からせに行くか。このゲームがどういうゲームかっていうことを分からせに行くぞ。さあ、ナンバーズ AY はしっかりと通るぞ。ローカストキング。ホープとライトニング。アトランタ、タイタニック・ギャラクシー。下敷きに、現れろ。ナンバーズ86。ヒロイックチャンピオン。カスゴミアント。一応、発禁令とか。まあ、後でもいいけど。発禁令。で、もちろん宣言するのは、ロンゴミ。俺は返せるもんなら返してるバカ誰が。行くぜ。これを発動する必要ないか。発動する必要あんまないか。ないか。バトルフェイズだ。バトル。ミラジーダーくん、どっか行ってくれる？効果発動しないの？発動した方がいいんじゃない？あ、オッケー。ミラジーダーくんね。で、まあ飛ばすとしたらソウルズしかなくて、まあそれは全然良くて、あれ赤じゃないのかな？あの捨てカード。使ってこないけど全然。はい。まあ、使えるか別に。回収だけだったらできるもんな。多分なんかロンゴミアントナンバーズエヴァイユの分かれてあったらさ、絶対さ使ってくるようになるね。まあどっちでもいいんですけど、ターシロで、まあモンスター特殊召喚できるもんならしてみろと。で、お前そのデッキに書いたことあんのかと。楽園追放も効かないぞ。ヒロイクチャンピオンロンゴミアントは、ちなみに素材は取り除かなくてもいいらしい。発見で言ったから、なんか素材を取り除く効果は発動しなくてもいいらしい。サレンダーサレンダーさあ、ロンゴミアントビートが飛んでくるけど、お前大丈夫か、息してるか。お、遅延行為来るか、これ。これ遅延行為か。おーいロンゴミ最強よし、発禁令は来ている。あとはナンバーズバイを引き上げた俺は。結局さ、どこまで行っても2枚コンボだからあんま決まんないんだよね。ぶっちゃけ、ちょっとあの、村久保のね、チェーンがね、マジでうるさいから、こいつのチェーンだけどうにかしてほしいなっていうのはあるけどね。チキンレースね、はい、OK、どうぞ。さあ、一体どうなりきたんでしょうか。エンディミオンだけは本当にやめてください。あー、何これ、戦闘機かな。チキンレースめっちゃ発動してくるやん。これは一体何デッキですか。誰やねん、お前。蒼天剣の夕日。誰や、お前。やばい。誰、自分のフィールドの想定モンスターって対象に、そのモンスターを破壊してデッキから想定魔法カードというのがやる。あ、なるほど。エアーマン来た。エアーマン、想定将来、まあ、エアーマンではねえか、魔法トラップが魔法カードだから。無の煉獄、なんだこいつ、なんかデッキめっちゃ圧縮してる。何がしたい。ドンサウザンとの契約。ナリキンゴブリン、はぁ、あ。ナリキンゴブリン、はい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 。なんかエレイドローしてるね。シルバー。何これ、マジでわからん。なんだこのデッキ。ガチでわかんねえ。何がしたいんだこいつ。
なんかエレー出来ようって言うけど、コンボパーツ集めてんのかな。頼む、俺はナンバーズエヴァイエを手札に加えたいんだが、頼む、ナンバーズエヴァイエ来い。ナンバーズエヴァイエ5分の1。あ、来た。やったぜ、遊戯王馬。俺パンクラとかで踏みに行って、いやー、蒼天剣の夕日めっちゃ来るじゃん。何何このデッキマジで。闇夕ね、はい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 、闇夕、はい、なんかわかんない。何これ弱肉一食、やばいカード入ってんな。クソやばいカード入ってんじゃん。それあれじゃない、あのバニーラ前半ですの時に使ったカードじゃん。俺が蒼天将来、わから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 ないこれ。手札を1枚捨てて自分のフィールド上に蒼天コントークを可能な限り特殊か、強っ。これは融合できる。え、どういうこと。じゃあこっちか、こっちがメインか。トークンめっちゃ出してで、そいつを使って融合できる。なるほど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 。で融合していくトークンと蒼天で融合して、蒼天客外遊、誰だよマジで、全員誰やねん。誰やねんお前。あ、はいはい、あー、はい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 、あ、なるほどなるほど、まあ、そこそこ強いねこれ。普通に無効果持ってんだ、はい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 、いいでしょう。で、やばい、なんかマジでわからん、アウンの呼吸わかんねえ。何この効果、トークン出る、強いね。え、これでもしかして弱肉一食打てんのこれ。あ、そういうこと、やばっ、何この誰やねん前半です。誰やねん前半です、やめとけ。外運、外運さ、破壊なしなんですね。あ、でも一応村雲は出せると。なるほど、村雲は出した方がいいか。村雲出せる、なんかハンデスだったけど村雲は生き返る。あのトークンはなんかあれなんだ、融合スワにしか使えないからリンクとかできないんだ。え、殴ったら勝てるけど。え、これ殴ったら勝てますよね。2100しかないですよね、この人ね。2100しかないの、マジ。てか、なんならさ、フルートサージで破壊してさ、村雲を蘇生したらいいでしょ、これ。ここでしょ？で、相手破壊するんじゃないですか。で、叩き割られるじゃないですか。それ無効にできるの自分だけだよね。はい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 。爆破される。特殊召喚される、爆破される、相手残り5000しかないライフポイントが、ゆうひくんの効果何これ、わからん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 、あ、回収、あ、どうぞ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 、ええ、これ俺殴っ、あれあれあれハハハハハ、誰やねん前半です、弱すぎるだろ。